はい、おはようございます。今日は4月の15の朝の保護猫です、ね、あと大阪ね、雨やんでね、ええ天気になりそうやね。それで昨日ね、チュールちゃん無事ね東京に着いたって夜中ね連絡ありました、まあ良かったですね。新しい生活がね今日から始まるわけで、まあチュールちゃんね、ファンの方はね、ドド姫さんの方のね、YouTube 見たってくださいね。こんな感じです。朝それでね、うちも朝からねちょっとね、あれペコちゃんね、朝ずっとついてきてるのね。前にちょっとあげてんけどね、今回ちょっと長めの動画と撮らせてもらったんでね、それ見てもらえたらなと。はい、まあこんな感じでね、今度ねこのペコちゃんが、まあ、あれ朝一から撮ったわけじゃないんやけど、ずっとついてくるのね。朝一から一回 何分ついてくるかいうのをね、一遍撮ってみようかな思ってんですよ。かなりついてくるんじゃんちゃうかなと。まあまああの日曜しかでけへんけどね、多分あいの日は多分も結構時間あれするからね、多分無理かもからね。まあまたあれ撮らせてもらいますんでね、またあっちの方もね、もしよかったら登録したってください。家猫結構ね、僕が声出さん、あまり出さないタイプでね、短めの動画をちょっと上げようかなっていう、まあこういう喋りの動画じゃないからね、短くしかできないですよ猫。そんなにね、やることないから、芸がないからね、そんなに。ね。またゲラ汚れてんね。ママ、右、お菓子ちゃうわ。ご飯食べてんね。レイちゃんもね、結構あれで。はい。見てますね。ハッチーズ。いなくなって分かってんかなと思ったりね。あの子いなくなったとか、多分分からんでしょうね。ねえ、一人になるまで分かれんのかな、ひょっとしたら。ねえ、はい。まあ早いことね、ハッチーズもね、解放できるようにね。この子は多分解放したかって、そんなに動かへんから、一緒は思うけどね、そんなにね、ロシアンちゃんは。ねえ。あれ、カズちゃんどこ行った？カズちゃん、カズちゃん、そうだね。カズちゃん。で、こっちで、今日は。あ、今日はで、まあ、いつもこっち撮ってんやけど。ちょっと今日は暑さありそうですね。これフィルターも、今ちょっと砂入れたから、かな？サランスがちょっと入れたから。結構吸ってました、入れた粉がこっちに。ね。まめにね、フィルター掃除せなあかんと思わんね。はい、はい、マリンちゃん。まあ、このマリンちゃんよりもね、ペコちゃんはすごいっすよ。ついてくるのは半端やないから。まあ、この子もね、みんな可愛い可愛い言うと、ね、言うてくれる、あるけど、まあ、ペコちゃんもほんま可愛いっすよ。ついてくるのではね。また一個くれますね。まあ落ち着いてね、なんや、あれしたらね、ビッグもちょっとまた検査みたいな感じで、病院、どっちもワクチンね、連れていかなあかんからね、この子も。その時にね、ねご飯食いすぎるんですけど、ってちょっとね、いっぺん言うてね、調べてもらった方がいいかな思ってね。ひょっとしたら虫音かもわからんしね、もういてへんと思うんやけどね、いっぺんね、ご飯食いすぎいう病気で、ね、まあ、最近むちゃくちゃやっぱりよう食うようになりましたわ。ほんまに。ちょっとここ暑いっすね。ちょっとだけね、誰や、ごまちゃん。ごまちゃんもね、いい感じになりましたね。はい、あ、マイルちゃん、ここに来てんね。あの奥は？あ、スジちゃん、サブコロちゃんかな。おい、あ、サブコロちゃんやね。今日は一緒に仲良く入ってますね。はい、キタロちゃん。まあ、昨日ね、ここでね、ほんまに楽しく、二人ともね、うちのクラブの子をね、楽しく見てみました。ただ狭いって、あ、なんや、びっくりするな、お前。お、久しぶりやな、お前。かって。え？
ね、久しぶりかって。はい、筋ちゃん。筋ちゃん。見ますか。筋ちゃんに、ポポちゃんが今日ここやね。まあ、こんな感じかな。こんなここ誰もいてないかな。あ、誰や、マロンちゃん。マロンちゃん、こんなとこ行きますか。ね、今日は月曜日、また1週間始まりましたけどね、ほんまに。こんな感じです。ニック。ちょっと暑いね、ここね。はい。アミちゃん。はい、アミちゃん。はい。うん、ちょっと温度落としとった方がいいと思うんで、今日はちょっと暑そうですね。昨日サブなるかな思ったけどね。サブならないですね。トラギジ、どうしたんや。トイレか。トラギジも今日はメアリン取れとんね。昨日取ったわけじゃないけど、取れ、まあ取れとるね。トラギジ、トラギジ、あら、顔が なくなった。これ後ろもね、暗いから、黒いから見にくいかもわからんからね。なんかちょっと後ろ加工した方がいいかもわからんね。見にくいっすもんね、これ。ね、今度、ね、まだ、ここ、稽古、LGE の、ね、電球ここつける言うてるけど、まだやからね、また、あれもね、暇だったらつけてもらおうかな思ってんけどね。ちょっとこの部屋はね、明るくせんと見にくいっすわ、ここ。撮影にはね。それもちょっとね、快適空間にしたらと。ちょっとそっちの撮影もね、綺麗に撮れるようにね、やりたいかなと、うん、ね、まあこんな感じで今日も一日よろしくお願いします。はい、以上です。はい。